猫マルのグッドナイトスリープ。はい、僕は2時半回りましたか。グッドナイトスリープのお時間です。MC は、絶賛、喉壊し中の男の子系 VTuber の猫マルと、FM 技能の山内でーす。はい、よろしくお願いしまーす。はい、よろしくお願いします。はい、この番組は私の埼玉の自宅より1時まで放送いたします。皆様最後までお付き合いください。はい。この番組は男の子系 VTuber の猫丸が男の子の日についてお話ししていったり、歌を歌ったりする番組です。この番組でメッセージを募集しています。猫丸男の子で、猫丸の Twitter アカウントを検索していただき、リプライや DM でぜひ送ってみてください。また番組は同時に YouTube で生配信しております。エクマルの Twitter から放送開始のツイートから閲覧してコメントでご参加いただけたら幸いです。また番組はミスラジというアプリで全国どこでも無料でご視聴いただけます。ぜひご活用ください。それではここで一曲お届けいたします。コナミさんの Love to Me という曲です。じゃあ山口さんお願いしていいですか。男の子の秘密教えます。はい、今週の男の子の秘密教えますのコーナーですが、はい、今回のお題は喉を壊したお話をちょっとしようかなと思います。おお、はいはいはい。今ね、埼玉の郷さんっていう方が初見でいるので、はい、ツイキャスに、はいはい、この男の子っていうのをちょっと説明してもらっていいですか。あー、男の子っていうのは、まあ、女装って考えてもらっていいですかね。うん、あの男性なんだけど、まあ、メイクしてお出かけしたり、あのウィッグとかかぶったり、女の子の目に着たりして、見た目女の子にして、で、お出かけしたりとか、なんか遊びに行ったりとかするって感じですね。はい。はい。なんか、最近知ったんですけど、男の子と女装の違いで、男の子って結構なんか、20代ぐらいの、なんか若い、うん、女装の人のことをなんか指すことが多いらしいですね。そうなの。うんうん。って感じですね。男の子については。まあ私は、ホルモン打ってたことがあるので、はい。ちょっと男の子というよりもなんかニューハーフに近いかもしれないんですけど、まあ、ニューハーフの人って普通は普段からも、女の子の姿にいるので、はいよ。私はプライベートは男性の格好なので、まあそこはなんか男の子って言った方が角が立たないかなみたいな感じですね。あ、でもですね、埼玉の郷さん大丈夫です、声でわかりました。あ、声でわかりましたすごいね、わかるんだね。あ、なるほどあれかな、さっきのコーナーのなんか男の子の秘密を教えますのところの声と今の声のなんか差分でわかってるみたいな感じですかね。うん、そうかも。そうね。なんか喉壊した話なんですけど、山内さんも、なんか、声使う仕事だから、喉壊したことありません、はい、いや、僕あんまないっすね。ないですか。二日酔いの時にガサガサになるくらいですかね。ああ、なるほど。なんか、そっちの方が健康的ですよね。確かに。健康的かな、そうなのかな。いや、私、なんで喉壊したかっていうと、なんか、朝方に、
掲示板とかでなんか、男の人なんか、男の子に興味ある男性の方、お話、電話しませんかみたいな。電話して、うん、で、女声で喋ってたんですよ。朝方の、ちょっとガラッガラの時に。それを、多分、3日ぐらい続けたのかな。それで、多分、思った以上に喉が、負担がかかって。一応なんか、お医者さん行ったんですけど、耳鼻科行ったんですけど、うん、なんか、一応ポリープにはなってないので、はいはいはい。だいたい1ヶ月ぐらいすれば治ると思いますけど。うん。1ヶ月長いね。1ヶ月長いですね。うん。そうなんですよ。実は長いですよ。ちょっと、友達に相談して、うんうん、中国で作られてる、なんか不思議な飴を、なんか教えてもらったんですけど、うん、なんかうん、いろいろ喉にいい成分が入ってて、はいはいはい。舐めれば早く治るんじゃないかっていう。しかしよく喋りますね。そんな二日間も。あ、そうですね。そうですね。しかも対面じゃないんでしょ？対面じゃないです。はい。すごいな。電話で、なんか、ちょっとした趣味みたいな感じになってましたね。うん、どんな話するんですか？大体同じなんですけど、なんか、はじめましてって言って、うん、なんか、写真可愛かったです、みたいな言われて、うんうん、で、なんか、何ですか、なんか、普段から女の子なんですかとか聞かれて、うん、あ、違いますって言って、で、なんか、向こうの人にも、なんか、どう、女装、男の子好きなんですかって言って、うん、なんか、何がきっかけだったんですかって、言うと、うん、だいたい AV ですって答えですよね。あ、向こうが男の子が好きってこと？あ、そうです、そうです。向こうの人は男の子が好きな男性の方。埼玉の郷さん来てます。いろんな価値観があるからね、自分が好き、これだと思うことは人がどうのこうの言う権限はないよね、と来てます。確かに。そうですね、うん、そうですね。いろんな価値観ありますね。はい。本当にいろんな価値観あるなぁと思い知りますね。そうですね。私と山内さんの決定的な違い、男の人にむさぼりつかれるのは、もう山内さんごめんだ。あ、もうごめんですね、本当に。もう、地獄ですよ。地獄ですか。うん。そう、罰ゲームです。罰ゲームを超えてますよね、拷問？あれ、ポッキーゲームだったらどうですか？ん？ポッキーゲームポッキーゲームぐらいはいいですよ、もう酔っ払った勢いで。あ、ほんとですか？はい、全然。ポッキーゲームやって、そのまま、お互いのディープキスまで入る。あ、もう、あれですね。ちょっと勘弁してほしいです。女子とだったらもう全然いけますけどね。ああ、はいはい。多少。盛り上がります。盛り上がる。多少この、なんていうのかな。変な感じの。はい。方で。好みじゃなくて全然いけるんですけど。ああ、なるほど、なるほど。はいはい。まあ、抵抗そんなにないですよね。全然ないですね。うん、なるほど。そっか。ゴーさんがコスプレから入って女装が好きになる方もいるからね、っていうことです。あー、そうですね。コスプレから入る、この前のアミタンとかもコスプレから入ったってことですよね。で、小丸さんはコスプレから入ったわけではないって感じ？ではないですね。もうガチの女装から始まってますね。もう、逆にコスプレとかあんまりしないので、あは。なんか、うん。たまに、なんかリクエストもらって、うん、なんか体操服、ブルマ、yeah. とか、うん、なんかセーラー服みたいな、のとか、たりして配信したことはあるんですけど、はいはいはい。うん。私ね、ちょっと太ってるんで、ブルマなんてしちゃうと、あれ拷問なんですよ。
そうなんだ。はい。ちょっと、いやでもなんか毎週それやったら痩せるんじゃないっていうの知り合いからの指摘を受けました。はい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 。そうなんですね。はい。はい、僕はね、実際猫丸さんとお会いしたことがないので。ああ、そうですよね。うん。沖縄行った時にはぜひお会いしたいですね。あ、ぜひぜひ。じゃあ、その時はブルマ履いていきます。ああ、なるほど。どっちでもいいです。なるほど。なるほどって。突っ込んで欲しかったな。あ、そうですか。受け入れちゃった。まあまあ。はい。そうですか。うん、山内さんが、じゃあ、そう、一応映像越しには私のことは見てますよね。そう、あ、でも、見たことありますよね。VTuber。あ、そっか、見たか。そう、最初、多分一番最初の時かな。はい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 。はい。うん。こういう見た目か分かってる状態で。でもなんか、太ってる感じはしなかったっすよ。ああ、あれはもうアングルの、なんていうんですか、魔法ですね。ああ、そうなんだ。はい。あ、太ってる。80キロぐらいですか、ね、?172 センチで80キロぐらい。あ、じゃあ別に太ってはいないんじゃないですか。ちょいぽちゃぐらいですかね。いや、ブルマ来たら、ちょっと、死にます。あ、まあまあまあね。うん、うん。そりゃね。山内さんは、うん、そう、私の見た目を知った上で、うん、私だったらホッキーゲームできますか？ホッキーゲーム、まあまあ、なんていうの？その、あれぐらいだったら。キュアぐらい。キュアぐらいだったら。普通のホッキーゲームだったら。うん。まだ男性と同じ感覚でできますよって感じですね。そうっすね。僕ね、そうっすね、はい。例えばニューハーフの方とか、はい。すごい綺麗な方がいるじゃないですか。はいはいはい。もう女性にしか見えないっていう。はい。でもね、これが男性とかと俺もちょっと難しくなるんですよ。ああ、意識しちゃいます。そうそうそう、なんかね、うんうん、なんだろうね、この感覚。僕の友達でも別に見た目が女性だったらいけるっていう方も結構いるんですけど。はいはい。僕はね、分かった瞬間ちょっと無理なんですよね。なんだろうな。一回それも考えたことあるんだよな。うん、まうん、女好きが言ってるんでしょうね、僕は。こう、なんていうか、結構な、はい。ああ、このベクトルが結構普通の人よりも、そう。女性好きっていうのが、優先順位が高いというか。そうなんですよ。もう女子には無条件に優しくするし、スタッフでも。いや、男の声だから、ちょっと厳しくなるかもしれない、矢内さんが。怖い、怖い。そうそうそう。埼玉の郷さん、僕はムームー着ていきます。ムームーってわかりますね？ムームー？わかんない。うん、何ですか？ムームーってね、沖縄の寝巻きでね、こう、はい、ハワイの衣装みたいなのがあるんですよ。はい、はい。こう、おばあちゃんが着るやつなんですよ。はい。ワンピースのダボダボ版みたいな。あー、なるほど。うん、出やすそうですね。そうそう。なるほど。はい。そっか、なんか二人羽織しやすそうな感じなんですか、ね、うん、そんな感じ。それは、二人入れるのかな。まあ、入ろうと思えば。カップルでムームー二人で入るっていうのできなくもない。まあ、聞いたことはないですけど。そうですか。うん。で、なんか、喉壊して、ちょっとだけの、つんくさんとかの田島さんとか、アイデンティティの田島さんとかのなんか、苦しみがちょっとだけ分かったかなって感じがしました。歌歌えない。うんうん。こんな声出せないとか、なんかそう、こんな辛いんだっていう、ちょっと思いました、ね。結構やっぱ来ますよね。結構なんか、不安みたいな、お医者さんからは、うん、治るって言われてるんですけど、
これもしかしたら一生続くんじゃないかみたいな思ったらなんか怖いですよね。うん、確かにね、うんうん。確かにもう全然違うかもしれないですけど、僕はコロナでね、味がなくなった時に、はいはいはい。怖かったですよ。このまま一生経ったら嫌だなと思って。ああ、なるほど。味覚が一生戻らなかったら、うん、嫌ですね。嫌ですよ。美味しいものが美味しいと感じられない。うん。おまるちゃんこんばんは。あ、おまるちゃんこんばんは誰か。こっちの YouTube の方かな。おー、すごい。はい。ピーちゃんと、あと、ソータのものって方からこんちゃって言ってますね。はい。ちょっとスルーしてました。ピーちゃんはちょっと私の、放送の大ファンの方で。はいはいはい。私の動画をすべて見てくれてるらしいです。すごいファンがいるんですね。一応いますね。でも、キティちゃんにはこの声は否定されてます。猫丸ちゃん声が違うよって言われてます。今日は猫丸くん。猫丸くん。猫丸くんです。なるほど。今何分ぐらい、あと残りどのぐらいですか？あとね、どれぐらいだろう。さっきあれしたからね。はいはい。あ、わかんなくなっちゃいました。わかんなくなっちゃった。あとでも、7、8分じゃないかな。うん？ 7、8分？ 7、8分ぐらい。あんなにあるかな、はいはい。まあ7分ぐらいですね。7分ぐらい。うん。うんうん、了解です。まあ、せっかくなんかツイッチに、ツイキャスの人も来てくれてるしね。うん。もしなんかツイキャスの人から、なんか男の子について質問あったら、教えてもらいたいですね。なんか自分さん質問ありますか？自分もなんか質問箱、ツイッターに貼ってるんですけど、うん。人とも来ないです。え、嘘？人とも来ないですよ。へぇ。みんななんか、うん、悲しいな、ああ、悲しいな。そうなんだ。どこどこについてはもう興味ねえみたいな。どうなんですかね、興味ある人結構多いんですか？あれっすね、掲示板でいつもは、うん、女装とかニューハーフが好きな人用の掲示板使ってるんですけど、うん、ない普通のノーマルのただの掲示板使ったりしたときに、うん、ですって書くと、結構来ますね。なんか、5、6通ぐらいか。なんか、はい。今度ゆっくり配信見ますね。今度ゆっくり配信見ますね。バイバイ。キティちゃん大ファンだけど帰っちゃう。なんか、朝が早いな人方らしいですよね。なんか朝の3時に起きるとかなんかいつも言ってたんで。はい。うん。ゴーさんから。僕、扁桃腺持ちだけど、年に一度くらい高熱と、喉痛。で、辛い思いしますね、ということです。ああ、そうなんですね。扁桃腺持ちってどういうことなんですか？扁桃腺がなんか、継続的に腫れるんですか？そうそう、そんな感じじゃないですかね。扁桃腺がどこだか分かってないです。喉の。ナトチンコのとこじゃないですかね。ああ、そこですか。うん。コッシーさん来ました。反応が少ないんですね、ということです。そうなんですよ。なんかね、ちょっとね、悲しいです。いや、うん、もう自分でなんかいろんな人に質問ありますかって聞いてみようかなと、ちょっと思ってますけど。埼玉の坊さん、海外だと女性男性に限らず下の毛を剃るのが当たり前で、日本人は下の毛ボーボーなのですが、その辺どうしていますか？ちなみに僕は下の毛と脇毛ボーボーですということです。なんかすごい質問来ましたね。下の毛は、ちなみに山内さんはどうしてるんですか？あ、僕はもう全然ボーボーです。あ、ボーボーですか？腰毛、なんで腰毛って。腰毛、うん。腰毛か。ああ、まあでも全身剃ってるとか、まあ私は、
ボーボーというか、一応全身脱毛してて、すごい。一回用意やった時に、あの、ちょっとあえて残してもらったんですよ。あの、弱く照射してもらって、なんか、あの、不衛生な感じしちゃいますよね。ボーボーはちょっと、はい。もうちょっとね、言い方を考えていきましょう。うん、はい。さあ、ですね、もうそろそろかと思うんですけど。はいはいはい。そろそろエンディングの時間になってきました。あと3分ぐらいかな。はい。はい。はい、じゃあ、あの、スタイル弱くなしながらちょっと締めますか。はい。はい。どうぞ。はい。今日もあっという間の30分でしたね。早いもんで。はい。そっか、せっかくツイキャスの人来たからもっとお話ししたかったけど。うん。あの、本当はちょっとね、あっせ、こんな声もね、ただ聞かせなかったんですけど、ガラガラ、ガラガラです。すいません。そうね、いつもよりはちょっと、あれですね、やはり。はい。すいません。いつもはね、もっと女の子みたいな声ですからね。そうですね。本当にちょっと、まあ、お医者さんからもちょっとこの声あんま出すなと、あの、言われて。じゃあ無理しない方がいいね。はい、無理しないで、頑張ります。はい。じゃあ、番組に参加してくれた皆様、ありがとうございました。お相手は、不思議な飴食べている療養中の男の子系 VTuber の猫丸と、山内でした。はい、それではまた来週、同じ時間にお会いしましょう。おつまるー。